皆さんおはようございます。本日は早朝の撮影となっております。本日は社会科学についてお話しさせていただきたいなというふうに思います。はいまあ、社会科学はですね、やはり数的処理と並ぶ公務員試験では大変重要な科目となっております。しかしですね、私は昨日の模試で社会科学が10問中3問しか取れませんでした。30%ですね。はいまあ、これはあの非常に低い数値であると言います。はい えー、問題の直しはね、すでにすべて終わったのでありますが、あやはりちょっとおもったいないところでのミスというのを目立ちました。えー、しかしですね、えー、やはりあの知識不足で解けなかった問題というのもお当然あります。はい。まあ、捨て物と言われる、ね、ものが社外核に存在するのかわかりませんが、あやはり、えー、解けなかった問題っていうのを解けるようにしていくという必要があるのかなというふうに思います。まあ、当たり前か、それは。はい。 と、えー、というところですね社会科学は今あの、こちらの解きまくりですね、えー、過去問題集が今、4週目に入っております。はいまあ、4週目に入り、まあ、なかなか、あのー、問題を、ね、覚えてくる、えーまあ、慣れてくるというところで、やはり正当というのは上がっているのですが、まあ、実際、その知識としてついているのかというところで、えー、今回の模試で、あのー、あのちょっと思い知らされたというところであります。 はい、また、ウェブ事業に関してもです、ね、一応6週目に入っているのですが、やはりまだ、えー、知識の定着という部分では、えー、甘い部分があり、えー、動画の視聴方法だったりだとか、何か新しい勉強法を取り入れなければ、社会科学については今後、伸びしろがないのかなというふうに、えー、今、思っております。はいえー、そこで,です、ね、何か社会科学のいい勉強法等がございましたら、ね、ぜひあのこちらの動画のコメントに残していただけたら。 嬉しいいと思いま,す、はい、まあそんなこんなでこれからはねちょっと社会科学それから日本史世界史、えー、人文科学1ですねに力を入れてやっていきたいなと思っているわけでありますまあ社会科学に関してもたくさんの分野がありますからねはいまあ法学まあ僕最初の政治制度とかは得意なんですけどね まあ民法とか、その辺がちょっとあれですね。あと経済の LM 曲線とか、ちょっとその辺が苦手ですかね。経済史国際経済、うん、そうですね。法学と経済ですかね。政治は結構得意になってきたんで、はい。で、あとまあ社会はそんなにないと思うんで、まあそうですね。法学と経済をちょっと中心に、これからはちょっと勉強していきたいなというふうに思います。はい。 社会科学でやはり点数取らなければ目標にはいかないと思います。ありがとうございました。